ガーデンドクター TV。 はい、ガーデンドクター TV 始まりました。ぎゅうちゃんです。よろしくお願いします。今回の知って得する商品情報はこちら、液体タイプの薬剤の計量のコツ、こちらをですねご紹介していきたいと思います。こういった液剤ですとか乳剤と呼ばれているようなこう液体タイプの薬剤、こちらね今ウルトラン液剤の 100ml と 300ml ご用意しておりますが、こういったもの計量するときにはですね、こういったスポイト、ピペット、こういったものをねご用意いただいて計量していただきたいのですが、実はですね簡易的に計量するコツがございます。こちらですねキャップの天面見ていただきますと、こちらの 100ml の小さい小瓶の方は 7ml、 300ml の瓶の方にはここにですね 10ml と記載があります。実はこれそれぞれキャップすり切り1杯、こちらの 100ml の小さい方のキャップですとすり切り1杯が 7ml、 こちら大きいキャップの方は 10ml 測り取れるようになっております。本当に 7ml、 10ml あるのかなということで、ちょっと測ってみたいと思います。じゃあまずこちら 7ml と書いてあるキャップの方を測ってみたいと思います。こんな感じでキャップの内側にねちょっと出っ張りがありますね。このスポイトでまず 1ml 測り取って入れてみたいと思います。はい、これで 1ml。 はい、7と。はい、こんな感じですり切り1杯で、約 7ml 入るようになっております。でこちらが 10ml と書いてあるキャップになります。 10ml 測れるのか、ちょっと確認してみたいと思います。はい、まず 1cc、 はい、10ml ということで、キャップ1杯で約 10ml というのが測り取れました。はい、ということで今回は、こちら 100ml 瓶、 300ml 瓶のキャップ、実は計量カップになっているということでご紹介させていただきました。簡易的にですね薬剤の量を測りたいときにですね、こちらご活用いただければと思います。住友化学園芸